えー、ここでですね、えー、この予防、えー、というふうなものの考え方について、これはあくまで私の考え方ではありますけれども、ぜひ、えー、共有させていただきたいと思って、えー、こちらで説明させていただければと思います。おそらく、まあ、この動画をご覧になられている皆様は、リハビリテーションの専門家という方が非常に多くおられるかと思います。 そしてこれはもちろんすべてのリハビリテーションの対象者が当てはまるというわけではございませんがリハビリテーションと予防というものを少し切り分けて考えなければなかなかその我々の考え方がですね追いつかないというところがありますのでまずリハビリテーションとこの予防というものがどのように異なるのかということについてご紹介できればと思います最初にこのリハビリテーションの場合ですが先ほども申しましたように すべての対象者が、この経過に当てはまるわけではございませんが、概ねという形で捉えていただければと思います。まず、リハビリテーションの対象者の方というのは、もともと健康な状態であられた方が、何らかの病気や障害を有することによって、機能が一時的に低下し、そして、この低下した機能を復権させるというのがリハビリテーションになるかと思います。 もちろん、えー、場合によっては、えー、この低下していた機能が元の状態以上にですね、えー、リハビリテーションによって改善されるような方もおられれば、ほぼ元の状態まで、えー、回復してくるという方もおられるかと思います。また、元の状態までには至らないけれども、なんとか、まあ、自立生活は遅れるかなというふうなレベルまで回復ができる方も、えー、おられる。ただし、場合によっては、 えー、そこまでの回復ができずに、まあ、あまり改善ができなかったという方もおられるかもしれません。しかしながら、えー、重要なのは、何らかの病気や障害を有した方々に対して、えー、リハビリテーションが実施されるというのが、一般的な考え方かと思います。もちろん、あの、これに該当しないケースはありますけれども、こちらが概ね一般的な、あの、流れかと思います。えー、一方で、予防ではどういうふうなことになっているかと言いますと、えー、もともと予防というのは、 病気や障害がない方が対象ということになります。まあ予防には1時、2時、3時予防というふうな考え方がありますので、す、え、べ、ー、ての予防がこれに当てはまるわけではございませんが、まあ基本的には、えー、こういった疾病や障害、まあ大きな問題がない方が対象ということになります。まあそして、えー、この予防、今から予防活動をしていくとですね、我々が何らか関わって、例えば運動介入等を実施した場合には、 この機能がですね、どん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 と右肩上がりに上がっていくんではないかというふうに、まあ、お考えになられる方っていうのも非常に多いかと思います。まあ、しかしながら、特に私が対象としているような高齢者が対象である場合というのは、実はなかなかこのような形で右肩上がりの機能がどん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 向上していくというふうな関係というのは、実はあの結構難しい状況であります。では、この何らか我々が関わることによって、 このように完全に維持できるかというと、実は、えー、ここはいけるかなというふうにお考えになられるケースもあると思うんですけれども、実はこの完全維持というのも、えー、結構難しいということがわかっています。で、なぜ、まあ、このような完全維持難しいのか、我々が関わってもですね、このような維持が難しいのかというと、ここに、えー、いわゆる運動や、えー、何らかのこの介入による効果に加えてですね、 加齢による影響というものが加わってくるためです。えつまり、えー、いくらですね、運動を一生懸命、えー、できたとしても、それに加齢変化が加わってしまうことによって、結果的に完全維持というのが、だん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 難しい状態になるということも、えー、分かっています。まあ、ですので、どちらかというと、ちょっとネガティブな考え方かもしれませんが、我々が関わってもですね、機能がどん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 低下していく、まあ、そういったことは、やはり十分に起こり得ます。 が、私たちの目標としましては、なるべくですね、何もしない時と比べて、えー、この傾きをできるだけ、えー、緩やかにしながら、自立した生活期間をできるだけ伸ばしていくと。 えこういったことが、まあ、我々のまあ予防の考え方ということになります。決してですね、我々が関わることによって、右肩上がりの状態でずっとえーえー改善し続けるというふうなことを目標にしているのではなくて、消極的かもしれませんが、右肩下がりの状態でも、この傾きをできるだけ緩やかにしていくというのが、まあ、この私たちが考えるこの予防というものになります。えー、さて、まあ、そのような中で、まあ、介護予防事業、 えー、まあ非常にまあ聞き慣れた言葉かと思いますが、改めて、えー、この介護予防事業について、えー、整理しておきたいと思います。まあ現在、えー、これは、あのー、 この後もですね、この制度が変わることによって、この名称、または流れというものは、今後もですね、変わっていく、そういったことは十分に考えられますが、現在、いわゆる介護予防として実施されているのは、この、いわゆる総合事業と呼ばれるところになります。そして、この総合事業を受ける対象者というのが、現在では、この要支援に該当された方、そして、要支援、 には該当しなかった。要支援、要介護には該当しなかったけれども、基本チェックリストと呼ばれる、この後説明します、このチェックリストで該当された方、こういった方がサービス事業対象者ということになられて、そしてこの方々に対して実施されるサービス、事業というものが一般的な介護予防事業ということになります。 まあ、ただし、えー、これだけではなくて、えー、このチェックリストにはもう該当しなかった、いわゆるかなりお元気な方々であっても、すべての高齢者に対して利用可能な事業ということで、一般介護予防事業というものがございまして、まあ、つまり、まあ、介護予防事業というのは、広く言えば、どのような対象であっても、どのような高齢者であっても、しっかりと受けることができる、まあ、そういった事業なんだと。 で一部、養子縁や、えー、また、えー、事業対象者と呼ばれるような方々に対してはいわゆるこのハイリスク介入というふうなものが、えー、利用できるハイリスク、まあ、事業というものが、まあ、利用できるようなそういった体制になっているということになります。またのの内側感骨盤の稼働性理理解解が良好理解は良好好は